はい、こんにちは、茂木です。今日は令和の虎の配信会、冷凍弁当の回ですね、杉原亮太さんの回をお伝えしていきたいなと、感想をお伝えしていきたいなと思います。まさかの条件付きオールを志願者が断るという、ちょっと最後びっくりの回でございました。どうなんですかね。いろいろ視聴者の皆さんの間でも賛否両論あるんじゃないかなというふうには思っておりますが、僕はあの場にいてもう率直に思ったのは、うわ、なんで断るねんというふうには正直感じました。出だしからいきますと、まずはその、コロナで大変なその地域の飲食店を助けたいというところから、その飲食店の、冷凍弁当を作ると。で、それを、皆さんにサブスクで買ってもらうというアイディアですね。はい。で、そこの、飲食店探しから、配信用の YouTube、販促用の YouTube ですね、の制作から全部自分でやります、おいおい、杉原さんいるぞというあたりの、その事業として、回しきれんのかというところからまず始まり、中盤からは、いろんな社長さんもおっしゃってましたけど、そもそもその冷凍弁当のフック、強みがどこにあるんですかというところのあたりの議論が盛り上がって、で、後半になって今度は、ちょっと僕がけしかけたところはあるんですが、インフルエンサーを使った、冷凍弁当というのを最初考えられてたということなので、いや、そっちの方がいいんじゃないですかというところから、場が、急激に動いて、令和の虎弁当、令令弁当ですね、の話になってみたりと。で、最後、ジョーさんの、素敵なご提案があったりという感じで動いていきましたと。で、そうですね、もう皆さん、ちょっと、最後の、結末は、どのようにお感じになったか、ぜひ、聞いてみたいなと思うところもあるんですけれども、なんですかね。ちょっと杉原さん、途中途中でもやはりちょっとあまりリスクを負いたくないというような感じの、ご発言は、されてたりもした中で、最終的にはそのリスクが取り切れないとか、リスクが読めない。で、さらに言うと、途中からなんか虎の、社長のアイディアみたいな感じになってきたんで、ちょっと置いてけぼり感みたいなところもあったのかなと思いますが、最終的にはちょっと先が読めないみたいな感じではあったんですが、僕があの場で聞いてた感覚で言うと、ジョー社長のご提案ってめっちゃリスク低めだと思うんですよね。志願者として令和の虎に出てくることのリスクを考えたら、はるかにそれより低いんじゃないかなっていうふうには、正直考えてはしまいましたが、そうは言ってもね、杉原さんも、ご自分で会社もやられてますし、冷凍食品っていうところの知見がどれだけ終わりかもわからない中で、ちょっとその、我々には伺い知れないね、彼だけが知ってるリスクみたいなのが実はあって、そこと天秤にかけて、今回、ちょっと考えさせてくださいと。結論、やりませんということだと思うんですが、っていう結論になったのかなというふうに思っております。ですので、どっちがね、100点でどっちが0点みたいな、いうことでは、正直ないなとは思っているんですが、でも僕がもし一視聴者であの配信を見てたら、なんで出さんねんというふうに思ったかなというのは、率直な、気持ちでございます。事業を始めるときってね、例えば大企業とかで言いますと、例えばSWOT分析みたいなね、その強み弱みとか、それからリスクとかね、そういったものをこう、様々な角度から検証しながら新規事業を始めるということが多いと思いますので、その場で判断とか決断とかできないよというのも、もしかしたらあるのかなとも思うんですが、我々のようなね、中小企業といいますか、いわゆるベンチャー的立ち位置の、ビジネスをやってるもの、もしくは、志願者もそういうふうな意識で応募されてくると思うんですが、そういう規模のビジネスでいうと、僕は一言で言うと、まずはやってみろというところに尽きるかなっていうふうにいつも感じています。いろいろ考え出したらキリがないんですね。
っていうところあるんですけど、まあ、人間ってこうチャンスは、平等に訪れると思ってるんですけど、そのチャンスをつかめるかつかめないかっていうのは人によって大きく差があると思ってて、やっぱりそのチャンスをつかんだ人が成功するのだろうというふうには思ってますので、目の前にそこまで食えないレベルの高いリスクのものじゃない、ものが転がってきたんであれば、僕はまあ飛びついてみるっていうのが一つそのベンチャー企業家の姿勢としてはすごく重要な資質なんじゃないかなというふうには考えています。あとはもう思ったのは、林社長が途中でおっしゃってた最初は何者でもないっていうところは結構本質かなと思っていて、僕もピナイ家政婦サービスを始めるときって、掃除のやり方なんか全く分かりませんでしたし、当然その業界に身を置いたこともないですし、さらに言うとフィリピンとのつながりっていうのも全くない状態で始めましたし、さらに言うと、B2B のビジネスはやったことありますけど、 B2C のビジネスは一回もやったことがないというような中で、もう内々尽くしであのビジネスを始めてるんですね。でそうなると、まあ僕があのピナイ家政婦サービスのアイデアを持って令和の虎に出たら、ケチョンケチョンにされてたかもしれないんですね。何か君がやらなくてもいいじゃんと、まあ言われてたかもしれないなと思うんですけど、まあでもそういう中でやっぱり自分が、何年間もかけていろんなことを学び、コツコツやっていくと、まあそれなりのところ、にはなるんですよね。やっぱり、まあ、虎の中で多分家事代行業界ということについては圧倒的に一番詳しい人間にはなってると思いますし、まあ、そういう意味ではもうみんな最初はそうなんですよね。そこから始めて、まあ成功したり失敗したり泣いたり笑ったりいろんな経験を積む中で一発の人になっていくというのがまあ通常だと思いますけど、思いますので、まあなんかね、ことさらにその自分がこれに関わる意義やみたいなところを考えすぎる必要もないかなと思ってて、まあまずはやってみようと。でやってみて、やるうちに詳しくなってくるし、何か見える道もあるしっていうふうに思うんですよね。なので、まあやはり、せっかくね、目の前にあのジョー社長の素晴らしいいい、ご提案もあったわけですし、まあちょっとね、まずは飛び込んでみると、でそっから考えると、もう走りながら考えるってことですよ。まあそういうことがあってもよかったのかなというふうに、は思っております。ただ、まあ、まあちょっとさっきも言いましたけど、もしかしたらその話をする中でどんどん虎主導のアイデア出しみたいになってきちゃったので、なんか、もう自分のものではないなとかいうふうな感じに思っちゃったのかな、感じちゃったのかなっていうところはちょっとあって、まあそういう意味では、なんかまあね、若干こう気持ち的にはわからんでもないというところもありますよね。って言っても、まあそうか、でもジョー社長の牛タン弁当って彼が最初に考えたアイディア、インフルエンサーうんぬんかんぬんのアイディアと、まああんま変わんないと思うんだけどね。だから、まああんまり違うところまでに行っちゃったっていう感じもしないけどな。はい、まあでもまあそんな感じではございますが、僕まあ最後の総評のところにも言ってたんですけれども、杉原さん自体は結構非常にクレバーな方だなという感じもしましたし、お人柄もね、お人柄もっていうと上社長みたいになっちゃいますが、本当に人柄もいい方だなと思ったので、僕は好きな方ですし、まあ、ぜひ成功してほしいなというふうに思っておりますので、これからも陰ながら応援させていただきたいなというふうに思っております。そしてとにかくこの回は上社長がひたすらかっこいい回だったということで、僕は楽しく見させていただきました。じゃあそんな感じで今回は以上です。バイバーイ。